一回まとめこう。あ、来るか。つぶる。いらっしゃいませー。また竹雄さん左走ってる。左入力して消えてった。あ、戻ってきた。はい、ナイス。最後上げたのは僕です。はい、そうです。はい、えらもう一人いると思うけど、アルゴマもう一人。はい、トスだけ。サントスさんもやってる。やってる。ああ、やってたんだ。やってる。僕もアルオマトスタケ。キンコキンコキンコ。ほ。ほ。打ちすぎる。来ちゃうよこれも。ああ。ナイスナイス。お、ナイス。ちょっとデーデン情報出しちゃおうかな。あら、おら、エンジンベント。エンジンベント。これ所定だから結構絞れるんじゃない？高畑がミーティングで無理です。で、アルオマが貨物で無理だけど、うん、ボタンがクソなんで投票します。僕奥タスクやってるのに。棒で無理。そうね。高畑とアル。タケトスが展望できて入れば前無理、うん、で高畑ミーティングアルマも触ってる。アローマが貨物。貨物、うん、エンジンか。オラシン七神。いや、僕エンジン分けで最終金庫なんですよね。あのターン怪しいね。怪しい。じゃあもうメインで何もしてない感じ。エンジン分けで。エンジン分けで。ごめんなさいごめんなさい。エンジンでは何もせず。エンジン分けて言ってる。エンジンは何もしてないよ別に。ホラーな長野。僕目線はキッチンかメインからエンジンに侵入してる。新薬の情報が新だったら。キッチンは絶対入れないと思うから。あ、そうなんだ。うん。うん、まあ、長野さん、あのシャワー、アーカイブ分けでシャワータスクやってるんで、あのおまおじにシロは出せるけど、まあ、思いっきり走ってったら間に合うんじゃない？メイン脇、価値やってバイタルです。メイン脇、タスクやってました。シャワー浴びてました。うんうん。あ、女性です。まあ、ナコさんは弾いていいんじゃない？むずそうだ、ナラコは俺も弾いていいと思う。そこまで走らないとだろう。じゃあ、いや、しかもメイン2人いるんだったら、まあ、上下に分かれてるとはいえど。オラフ君ってさ、ロラ飲みますよ、全然。オラフ君目線、ガミさんがエレキで下ったのって見えてます？いや、ガミさんね、初手見てないんよね。僕、そのまま、メインホールはいて、そうね、見てないね、ガミさんは。でもこれサンロラと言いつつ途中で当たり引けば止めれるからサンロラじゃないかもしれないですよ。おー、あー、そうかそうかそうか。今のはマットなのことを分かってる発言じゃないですか。おー、だってインポスターでしょって入る人。まあ俺がね、人外の可能性あります。入った瞬間に終わってる可能性もあるから。あ、これ釣るの釣るの釣るの釣らなくていいから。釣らなくていいかなと思って。強気の奇抜な進行ね。あ、まあでもあれか、つってもマットの可能性高いの。そう、マットだから。まあワンチャンインポスター入ってる可能性あるから。ああ、ミックスされてるワンチャン。それはギャンブル入れてたから。ギャンブル投票。うわ、ギャンブルあったけど。これはなんなんこれ。いや、サボ譲ってほしいな。だから僕です。いや、僕のようサボ譲ってほしいな。あ、てかサボ直せればいいのか、この人たちに。確かに。バンズ逃げがち。バンズ下に逃げがち。あ、もう朝あるある過去ないない編。ギャル下り誰か登る。ギャル下り誰か登る。さらに下る。え、誰も欲しいんじゃない。なおさらいで、ま、真ん中と左から2つ目の順最後。いや、あ、4つ直してるんですけど、後半2つは当ててますか。後半2つしか見てません。後半2つは当ててる。神さんマジでギリギリ間に合いませんでした。いや、僕はもうコミサボガン待機です。ちなみに今回は
ったら停電になっちゃったんで、もうガンダム展望まで走ったんだけど、ただもうギリギリ間に合わなかった。ガミ慎太郎でコミュサボ10秒ぐらい待機してました。おー、ああ、じゃあ僕もずっとボタン前で待機して連打しました。ちなみに僕の4票誰ですか？はい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 、高畑七富士。僕、藤宮君信頼するから、なんならその3人に二人がいるかなって。そっち3ロラするか。じゃあ、高畑七サンドラする？サンドラ流行ってんな。流行ってんな。トレンドじゃん、サンドラ。まあまあ、待ちますかね。でも、ガミさんは少なくても最後2つ当てたんで、マットはないです。うん、マットはないです。初手って鬼殿の端に行くじゃないですか、マット。兄貴は竹さんで。うん、そう。ああ、うん。まあオラシンしかない。畑さんがなんかマットに絞ってるのがすごい。あ、じゃあ僕シェリフなんでガミさんから来ますよ。インポスターですか？すみません、違います、ガミさんから。絶対に違います。怖っ、逆らえんわ、ね、怖い、怖い。まあでも畑さこが全部決めてくれるはず。どんな進行になるのかな。出た、ね、オラフ君切りやすいですよ、オラフ君切り。いやいやいや、こうやって高田ブラのシェリフに行きなくなっていくんだろう、みんなやりたくなくなっていくんだろうな。コニタンと同じ気持ちになってくんだろう。タカアルマ、タカアルマ、オラフ、タカアルマ、オラフ、タカアルマ、こよい、誰か待機してる民がいる。ちゃん、あら、キッチンの左側というか、武器とあのコックピットの縦の通路のところで死んでます。アルフジシンが無理。ガミさんも貨物に置いてきてアーカイブなんで、うん、おまおじさんもいます、ね、はい、ほう、ガミを回る不自身。まあ一応シン様アーカイブからって連中に左に行こうとしてたけど、一瞬で治って絶望してた。早かったね、治ったの。あ、チャタサコ多分初手あれだわ、キッチン脇だわ。チャタサコとキッチンで沸いたので多分停電直してんじゃん、畑さこが。いや、停電直し、藤宮が貨物で直してます。あ、そうなんだ、うん、僕からもアルマ慎太郎はできないから。エリック奇跡か。あ、どうぞ。僕、あ、ごめん、いや、そうなんだよね、オラフ君かなり難しいと思う、はい、メインエレキで、僕が診察の方行って、高田さんが石油展望って 停電中行ってるって感じなんで。そうね、キルクール的にも僕がキッチンからエレキ行ってても多分無理だと。ちょっとむずそう。高田さんってどっから発見ですか？エレキ、石油で、バーガータスクやって、あ、で、展望デッキ配線やりに行こうとしたら光ったなと思って、どこだろうと思って見たら、なんかちょっと上の方でしね。いや、だったら多分鬼気も無理だわ。ベントしか多分間に合わないから。メインベントでギリ間に合うかぐらい。ないけど、高田さんがバーガーにいるんだったらもう弾いていい、うん。高田さんってこのターンにやったのってメインのゴミ抜き、エリックの宮殿タスク、キッチンバーガーの3つですか？ 3 つかな、あ、はい。誰があれなんですか、濃厚なんですか。ちょっと待って、アルシン、フジ、オマ、ガミ、タケ、エリキ石管で、オラフ君で高田さんから出るんですか、白。あ、出ないじゃない、オラフ君から。俺は、あ、じゃあ逆です、高田さんから。俺はほぼほぼほぼオラフ君弾くんだったらタカトス7っすよ、うん、タカトス7、サントスな。でもサントスでシャワー側行ってんの一応見て、まあでも行けるか。女性、女性、女性です。女性か、まあ、シャワーには来たやつね、サントスさんは。サントスさんメインと、うん、メインの女性にいた。ナナコさんどこの？ナナコさん宿舎前まで向かってるんで、別にキルできるしなってます。まあみんな、あのエンジン側からベントで入ってキッチンも行けると思うし。オラフ君どれも別にできる。いや、オラフ君はやる場合でもそうだよな。俺をスルーして、ね、スルーして切ってって感じです。追い抜かないとダメです。抜かないと、俺がバーガータスク中に抜かないとダメだから。そうです。アップロードするか。配線
配線？配線タスクあるのに上の死体発見したの？あ、来た。人気のやつ。直させるか。ちょっとおまおじさん。ちょっとおまおじさん。エンジンど真ん中でオラフ君でおまじさんはほぼ人外かなと思ってます。エンジン真ん中、エンジン真ん中、一応鬼木もエンジンいましたけど右側らへん、メイン行きました。とりあえず RC が見無理だな。ガミさんと一緒に向かってってなんか治ったからメインまで戻った、うん、うわこれちょっと待って、初敵部がしんどいな、剣士がしんどいな。サンタさん、俺ですよ、直したの。いや、小見さんも直して、その後エンジンの真ん中行って、真ん中から引き返してきましたよね、お前さん。で、なんか、真ん中っていうか、俺、いや、あそこの、上の勝ちやってんすよね。勝ちやって、その後、私より先に勝ちやって、え？まあ、一応、僕が小見さんを直そうという意思はあったんですけど、お前さんがそれを阻害してきたんで。うん、俺と、タカ死んでるし、サントス、ナナコに一郎は書くかな。うん、うん、なるだろうな。お前おじさんしてサントさん人外でいいよね。人外ですね。ああてかお前おじさんクルーだったら慎太郎さんに米さんも直させるかなと思うけど、そう僕もそれがあるから、ね、そうなんだよ。結構お前おじさんの方が疑ってるんだけど、でもその場合って初手、まあじゃあお前おじならお前おじさんを疑うんだったら奈々子さんかな。まあそうだね、そうだね、初手級で話すと。いやただそれは俺しては当然飲めなくなるから、まあでも僕目線のみ、はい、おバナナの二人外二郎ってことか、その場合は。うん、あの僕目線多分オラフ君でマット落ちてるんで、実は釣り間違えても大丈夫っていう。ああ、あ、僕目線はね。はい、でも神さん視点慎太郎になるのかな、マットもある。うん、まあ、まあ全体視点 7コスしかないからな、初手で、ね。山君どこ出たの、じゃあ僕は7コさん。あ、待って、だとしたらおまおじからでも、全体視点7トスがあって、で、マットが落ちてて、7をまで二人外っていうのであれば、普通におまおじから釣ってほしい。マットが落ちてるのは慎太郎さん視点だけで、まだ慎太郎さんマットはある。あー、タロちゃんマットがある。新おま7だと思う。新おま7。ああなるほど、ね、俺しかたらおじさんは釣れるから行ってほしい、うん、全視点おまおじ釣れると思うんだけど、え、なんで初手キルでインポスター確定側から来たわよね。なんで300発するの。あと、まあ、おまおじさんを釣るってことはサントさん白置だから七子さんが、そう結局そうなんだよ、初手キルできる位置からインポスターが、まあまあじゃあおまおじま、なんか七尾っぽくないなと思っちゃったんだけどな。七尾間の場合、七子さんかおまおじさんどっちかクルーなんだけど、何かが変になる。そうする。ナイスナイスナイスです。ナイボー。これで俯瞰で見たときに七子おまおじって同時にじゃないですか。シンプルにあのアルトス神がコミューになったときにドアの前にいたんですよ、3人最初に。で、うん、おまおじさんが後から来て、なぜかおまおじさんが審査に直させず最初に直したから、審査は標準を隠したいおまおじさん狼で相方が処できるから七子さん。あ、いやまあそれはごめんあれやねんけど、最後のあれとは7個の俺の対抗っていうのがちょっともう人外のあれでしかないっていうのが、まあそうか、でも7個人外やったら俺も人外もやる。7個さんを人外で置くということはサントスさんをクルーで置くということなので、おまおじさんも人外になってしまうんですね、まあ、うん、いやーなんでそうなったんやろこれ。ちょっと、まあ、確かにそうやん、直させんかったのが良くなかったか。いや分かんない、そのな、審査まって見えてました。おまおじさんから審査まって見えてましたよね。僕は見えてなかったっすね。7個とか、大多数がいたのは見えたけど、その中に慎太郎くんが紛れてるとはちょっと。いや、そもそも7個さんいないです。アルトス神しかいないです、コミュのドアのところ。そうなんや。
ごめんなさい、大量にいたのは見たけど、ちょっと誰がどうとか分かんなかったのとりあえず直っちゃった。まあこれもう全員釣ったらいいんじゃないですか、もう。まあそうっすね。まあ7個が俺と同時に主張で俺を最後差し出してるのが意味わからんので、普通に釣っていただいて、俺は。まあでもサントスさん新オキーでオマージさんが人海っていう情報から、まあ、一応安定ならサントスさん釣ってオマージさん釣ればほぼ終わりかな。ごめん、藤宮ってどこにいたんだっけ。俺はねシャワーだ。シャワーか。サントスさん来るならサントスさん釣ってからでもあれじゃない。あ、7個さんで、そうね、エンジンのキルはサントスさんしてオマージさん確定だから、一応サントスさん釣ってからオマージさんでも、まあ、それでもいいね。うん、まあ、一応、まあ、万全を期して。ジニア君隠しろだから決めていいよ。俺隠しろな。違う、隠しろではないか。アルガミシンが一応キルできないってあれは隠しろ。ああ、じゃあでもさっきダブルキルができない。僕のマットあるだろうからアルガミが決めていいだったら。どうします。まあ、一応安定でサントスさん釣ってオマージさんで俺はいけるかなと。一応慎太郎マット説は、いやまあ客観はあると思うけど、ね、現状ねマット否定できてないの慎太郎だけ。サントスさんいきます。一応、うん、ただオマージさんの3票サンロラ、あ、私悩んで思いつに変えました。最後なんかスプリット嫌だから、うんうん、私最後思いつにします。さっきこれまだワンチャンあるんだ。あるよ、あれワンチャンどころかツーちゃんスリーちゃんあるよこれ。おろ、マットメイト誰なんやろな。マットあの人ですね。藤宮くんもありますよね。マットないんかな。あの方なんすごい、まあ、意外な人がインポストだった。あるか、ね、これマジでワンチャンある。ワンチャンある。ツーちゃんあるよ。いや、おもえさんパッションミス白くなってほしいな。いやそれありえるよな。あ、こっちか。モージさんクルーなのかな。そう、オマナナに見えないんだよな。どっちかクルーなんだ。これ思ったんだけど、ほい、あんま意味なかったね、サントスさん釣り。よく考えたら、でここでサントスさん釣って次オマージさんまで釣った場合、サントスさんが陣外側の陣営だった時に陣外のことさ負けだから、まあ、なんかあんま意味なかったなという。まあその決め打たないという選択肢が生まれたっていう。これだったら街でもいいかなと思ってたけどな。そう、サントスさんまで釣ったんだったら黒塗りされてるクルーだと最後エンジン切る武雄さんもできるし、どっちか、うん、まあでも奈良子さんに釣りてんだろうなこれ。奈良子さん、いや、サントスさんはおまおじさんがスルーしてる、死体をスルーしてるっていう話だったから、サントスさんしていてはサントスさんと僕のつながりになる。ナナコサントスを釣ったってことは、うん、俺白になったってことか。進行上違うこれ。いや一応、まあ、おまおじさん白の可能性を残した残されてる。七オマか、トスタケトスフジかな、うん、まあトスフジだったら俺はサントスさん釣りを提案しないかな。まあ確かに俺ってタスクきついから、ワンチャン慎太郎釣っておまたけどっちかを持ってってもらう作戦。そうですね、僕は飲めない。僕はマットメイトじゃないんで飲めないですね。慎太郎が狂うなら別にいいんじゃない。だってラスト1陣がマットが落ちてるからね。別に釣られてもいいよね。ちなみにボタン足ります。2ボタンあればいけるから。藤宮はあるでしょ。俺はある。まあ、これはね、一応僕のスリなんだけど、僕の主観でずっと藤宮君の印象がいいからマットじゃないって言ってるけど、そのスリが外れてる場合があるからね、一応。まあ、僕は慎太郎はまあまあ、マットだと思ってるし、ただこれね、新様がマットだったら藤宮って絶対来る確定だから、ベントのあれで。まあ、そうね。まあ、僕はシンプルにおまたけローラーしてほしいな。おまたけローラーは一応ね、負ける可能性があるけど、慎太郎から釣ると釣ればよりちょっと勝ち筋がちょっと、で慎太郎釣りで負けの可能性ってなくない？慎太郎釣りありだな。慎様からしたらマットいないんだったら別に飲めるもんだ。慎様釣ってからおまたけろらできるから、おまじさんか竹雄さん持ってかれろ。じゃあこの進行するんならもうボタンを押してってください。ボタンを置きます。これで1キロ落ちて苦しになったら今やんで。ボタン行きます。じゃあ俺を持っていけ。いや持ってかないだね、もうこれは。さあ誰だ誰だ頼む頼む。
あ、もう一回死んでる、もう一回死んでる。お前は死んでる。お前よりにもよって、よりにもよって。なんやこのゲーム。なんだからこのゲーム。お前さん嬉しそう。頑張れ、おにき頑張れ、もういないんだ、おにき気づけ、もうマウスはいない。濡れる人がいないんだ。おにきもういないんだ。なんやこれ。ナイス、まず1個目。からの走るな、走るな、中野アルマ走るな。あ、でもドア3枚ある、ドア3枚ある。どうだ、これは。じゃあ中野アルマ間に合います。早すぎな、中野アルマ間に合う。早すぎな、キラーキラーナイスすげえ、すごすぎる。あぶねえ。うわーめっちゃおもろいやんこれ。おまさんクルーなのか、そう。おまさんはトスタケだったんだ。あぶねえマジで。トスタケじゃありません。え、七タケ。はい、それです。あれあれ、トスマシロだ。トスマシロ。いや、私視点はおもいさんゴリクロでした。いや、おもいさんは引き返してた。引き返してよね、引き返してよね、引き返してたが。引き返してよね。発見した上で。いや、すいません、奈良子さんズレ日の、ズレ日の時に僕、奈良子さん投票しちゃって、あれ、おもいさん投票だったら、スプリットだったんですよね。4-4だったね。そう、勝てあると思っちゃったな。勝ったかやったから、しゃあないね。いや、そうだね。だし、まあ、オマトスがあるよって言えたらよかったけど、オマトスでぶつかってたから、なぜか。なんか出せないのかな、みたいな。オマオジンボスとサンタさんインボスとしか。それの戸惑い、ね、俺視点はそれしかなかったから、俺が来るなんて主張するなら。それは、あ、でもそれありだな、オマトスでやり合ってますよって言えばよかった。じゃあ終わりますかね。はい。ありがとうございます。